イタロと呼ばれるイットル5752017年より運行を開始したイットル675イタロのマークが入るイットル575の先頭部路線ズヌオーボトラスポルトビアジャ通りはイタリアの鉄道事業者である社名は新旅客輸送を意味するイタリアの高速新線タブで高速列車を運行することを目的に2006年12月 フィアットの会長、ルカ・コルデーロ・ディ・モンテゼ・モロ、トッズのディエゴ・デッラ・バーレ社長などの実業家が共同出資し設立された。これには、欧州連合域内の国際旅客鉄道輸送自由化が背景にある。2012年4月28日に開業し、イタリアのという意味のイタロのブランド名で運行されている。年間輸送辞任は2015年時点で1000万人。 330億人キロを目標としている。普通アルストム製のアグフである。11両編成で最高時速時速360キロメートル。旅客定員は460名。車体は赤色に塗装されている。車内のデザインはイタルデザイン1アー r による。2017年に新型の1トル675が運行開始。 アルストムのペンドリーの系列の一機種であるが、車体傾斜装置は非搭載。こちらは7両編成で時速 250km 運転。現在の運行区間は以下の通り、2013年10月より2018年8月より2019年3月より、ありがとうございます。